エルデネゾは、モンゴル国、ウブルハンガイ県にあるモンゴルで最古の寺院。オルホン渓谷は、世界遺産に登録されている。1586年、アブタイ・サイムハーンにより建立された。元が成立する以前のモンゴル帝国の首都であった、カラコルムの故地に建てられている。カラコルムは1229年に、オゴデ・カーンによって、再整備され、多くの建物が建てられたが、 1264年に、クビライ・カーンが城都に戦としたことによって廃れていた。アブタイ・サイン・ハーンは、チベット仏教のダライ・ラマ3世、スー・ナム・ギャツオと交流し、モンゴル高原に、チベット仏教を広めるために、エルデニ像を造営した。カラコルムの古地に造営されたため、寺の建物には、カラコルムの宮殿のものであった、建築資材が使われているという。 社会主義のモンゴル人民共和国が成立すると、宗教活動も制約を受け、1937から1938年のヨシフ・スターリン政権下では、地域内の多くの建物が破壊され、15基の建物のみが残った。地域は420メートル420メートルの白い仏塔と外壁で囲まれている。白い仏塔は各角に2つ。 各辺に25つあり、全部で108仏塔がある。円形ラブラン像物だぞ。ソボルガン当時域外にカラコルム博物館がある。エルデネ像に限らず、同地の通史的な展示がある。エルデニ像とも日本語表記される。像はモンゴル語で寺の意味。博物館はモンゴル教育文化科学省とジャイカの協力で建てられた。ありがとうございます。